何種類あるんだろう。濃い赤、ローズ的なやつ、ちょっと薄いやつ、なんか朱色みたいなやつ、ちょっと濃いやつ、なんか種類の見るところかな。私なんか一番取りにくそうなやつが一番欲しいので、ちょっと頑張っていきます。それではルーレットスタート。これは500円かな。500円で6回できるので6回で頑張っていきます。それでは1回目いきます。で、奥のやつね、こうやって、あ、挟んで取れるかなと思ったんだよね。あ、待って、これは奥に行っちゃったよ。え、どうしよう、ちゃんの色が欲しかったんだけどな。1回目いきます。ちょっと明るめのピンク。あ、来た。あー、これで多分次取れるかな。取れないかな。3回目いきます。どうせならさ、なんか全部の色取ってさ、これはなんかこんな感じみたいな。あ、やった。イエイ。じゃあ、あと3回余ってるからちょっといろんなのを取ってみますね。4回目いきます。なんか取れやすそうなやつかぶせるのかな、これ。でも私さ、なんか合わないやつとさがすごい多いんだよね。緑のメンソレーターがあるじゃん、合わないんだよね。だからなかなか難しいね。さっきのあれは奇跡だったのかな。説明文がさ、全部韓国なんだよ。読めないや。ちょっと頑張って、誰か翻訳してね。あ、でもなんか翻訳でピピってなんか書いてあるね。ピピってなんか貼ってある。ピロピロキャンディみたいな可愛いやつです。今メイクしてるので、今度の機会に手元に、しかもやってあれたらいいですね。女の子は撮って試してみてください。韓国クリーズ第1弾終了です。続いて第2弾目へどうぞ。はい、お次はこちら、美味しいヨッコギ。いかがですか。電子レンジで作れますよ。へえ、食べたい。え、これちょっと食べていいんですか。どうぞ。いいんだって。チーズと、読めないやつ、チーズ味、オニオンバター味、甘辛、もう読めないやつだった。オニオンバターかチーズどっちがいいかな。1回で振って、それでもう食べたい。ということでルーレットスタート。あ、取れるまで。あー、じゃあ1個だけじゃん。すぐやっていきましょう。それでは1回目スタート。ちょっと奥だったのかな。2回目いきます。落ちた。待って、意外とこれ私が下手なだけ。3回目いきます。え、なんで入んないのこれ。やばい、下手すぎて泣く。5回目いきます。え、待って、すごい苦戦してるのですが。あ、入った。あ、入ったら一発だ。おー、よかった。いやー、これはあれ、入ったら一発で取れるので、皆さん、ぜひやってみてください。やり方、カップにトッポギ餅とソースを加えます。水をカップの内側にある線まで注ぎます。え、ここに水ある？トッポギ餅とソースと水をよくかき混ぜます。カップの蓋を軽く閉め、電子レンジで加熱してください。ここに電子レンジあるのは知ってるんだけど、水があることは知らない。え、食べれなくない？ぜひ取って食べてみてください。それでは、韓国シリーズはこれで終わりかな？また次回会いましょう。